ジュディ、俺にはそれしか。大丈夫、分かってる。じゃあ一体なんで。今に分かるって。見つけたばあちゃんを見せてあげる。ジュディの部屋。ジュディの部屋。オッケー、見せてくれ。パラメーターを設定するから待って。これであの女の身に何があったのか全てが分かるな。早くしろ、 B。 なんだよ。正直回復の見込みがあるようには思えん。何やってんだ。エブリン、力を貸してくれ。大事なことなんだ。早く手を打たないと俺は死んでしまう。頼む、質問に答えてくれ。生体チップを取り除く方法を知ってるか。それか知ってそうな人は。こりゃ完全に時間の無駄だ。死に来ただけだ。座って。よし、始めてくれ。ファイルはひどい状態で、あまり編集できなかった。いや、回収できただけでもよしとしよう。ああ、ロードするまで待って。状態はひどいけど、できる限りのことはした。何に注意してればいいの？テックやセキュリティ、片っ端から？部屋全体の間取りが必要だ。他すべてバーチャから得られる。彼のメールは？エブリン。怪しまれず盗み見ることができるならな。何かいるか？奴に感じられないことが一番重要。死に来ただけだ。普通に自然に振る舞い。これは完全に時間の無駄だ。自分からせ。エブリンとの会話が一生消えないんだが。ペチップの話をし始めたら、私はどうすれば。生体チップ？どこで聞いた？お前に関係ないことだ。バーチャを取り、戻ったら金を受け取る。お前の仕事。それだけ。他のことに立ち入るな。分かったか。分かりました。分かりましたよ。最初からしようか。注意してればいいの？テックやセキュリティ、片っ端から。部屋だ。私はどうすれば。生体チップ、どこ。これは確か何なの？ベベの印。知ってるの？意味まではわからないが。もうなんかスキャンできるときとできないときの差は何なの？誰？確かブードゥーボーイズ。でもふと思い出しただけで合ってるかもしれない。あのネットランナー集団の。でもどうやってコンタクトを取ればいいのか見当もつかない。この話をし始めたら。出てなかったやん。どこで聞いた？お前を取り除く方法を知ってるか。あ、上に知ってそうな人。さあな。でも全部パシフィカの。時間の無駄だ。少なくとも範囲を絞り込める。でどうするの？上のバーにあるのか。パシフィカに行くしかなさそうだな。スキャンできるよ、時間が。上のバーに出てる。そうだわ。必要なことは大体分かった。エブリンとの会話が消えないんだけど。どう思う？彼女を雇った女、誰だか見当はつくか。全く分からない。正直今話が全然分からないんだけど。ごめんね。エブリンは全てを話してはいなかったようだな。ふざけてる。こんなことに首を突っ込んでるって知ってたら。もう頭くる。依頼はばあちゃんの撮影だけだった。ばあちゃんの撮影だけを。エブリンもよく一人であれだけの計画を立てたもんだ。しかもエブリンはどんな生体チップを横取りしようとする。どんな計画？それであなたの力が必要だったのね。結局
こんな目にあってあなたまで。 BD はもう一つある。見たい？ああ、ここまで来たらもう見るしかないんだよ。バーのところに印があるからそこで止めりゃいいんだ。いや、ないやん。エブリン、気分はどうだ？何かいるか？話を。英語になっちゃったんだけど。死に来ただけだ。もはや。今の何語かわかる？ああ、塩じゃなかった。クレオール語か？ルドゥーボーイズだからな。待って、どこかに自動翻訳ツールがあったはず。探してる間、電話の周波数に合わせてみて。わかりました。相手が喋ってる内容も知りたい。電話をスキャンするのよ。あった。ちょっと待って。ヨリノグのことを話してたな。だからエブリンはこの記録を隠してたのね。他の名前も聞こえた。シルバーハンドかな。とにかく何を言ってるのか調べないと。ええ。Oui.Au maximum, c'est la fin que vous voulez. Oh, c'est bon. Narrate, on va continuer. Tu veux déjà aller? Tour, ouais, t'as encore. Ah, t'as fait un peu de temps.C'est mon zèle à faire que vous voulez. Moi, je n'ai pas un asé. Appli, c'est plus bon manuel pour nous, mais c'est joli. Pour que nous branchions cela. Moi, je n'ai pas même j'avais. Qui s'il veut amener nous direct sur Alt. Silverhand, ou à Alt, il m'a dit que c'est bon. Très bien. Souhaitez ce que c'est mon critique. Silverhand, ou à Judy. Oh, il m'a dit.何を言ってやがる。ジョニー・シルバーハンドと何の関係がある？ジョニー、なんか答えてくれ。ジョニー、B、何か知ってるの？あの生体チップがシルバーハンドの記憶痕跡が入ってたんだ。はい。デジタル化された人格コンストラクトだ。マジで？ちょっと時間をくれるか。頭の中を整理したいんだ。え？うん、分かった。連中はオルトに何の用があるんだ？そんなこと俺が知るかよ。何か思い当たることは？ここまで得た情報は全て例のネットランナーにつながってる。その女を探すのが最優先だ。どうやら相当チップについて詳しいようだからな。助けになってくれるだろう。そんな人はいないんじゃなかったのか。いいから、まずは例のシャーマン女を探せな。待て、ジュディのお部屋いいな。ブードゥーボーイズと連絡を取る方法は知ってるの？なぜだ、俺がエブリンを売ろうとしてるとでも？違う、最初は信用してなかったけど、エブリンへの報復が目的なら、とっくにやってるでしょ。これの、じゃあ何を失敗してるんだ？お風呂に入ってんだっけ？ただ、はね、あなたが大丈夫かなって、策はあるの？ここでお風呂に入ってんな。こんな感じで？いいね。俺はもう行く。何人かツテを当たってみることにする。幸運を祈ってる。あなたなら大丈夫よ。これは何の機械なんだろう。ミスターハンズに連絡する。 OK。 B、 どうした？ブードゥーボーイズのボスと会いたい。手配できるか？担当直入とはこのことだな。だがボスのママンブ
お前なのか。そう簡単に接触できる人物じゃない。お前なのか。連中と仕事をしたこと。防水や新刊の類とはないさ。失礼いたしました。そんな彼らは卑しい私なんかと話をしない。お前なのか。だがどうしてもというなら、いろいろと当たってみる。ジャンクフード臭いぞ。そのためにもまずは詳細を聞こうか。連中が欲しがるものを持ってる。ブードゥーボーイズに何か売りつける気か。やめとけ。営業に応じるような連中じゃない。独自の人脈やネットワークを築き、テックも自前だ。まあ好きにすりゃいいな。つてを当たってまた連絡する。もしもし、こっちは特に変わりないんだが、これは骨董品を集めた博物館みたいだな。中にお前も飾ってもらうか。いい趣味してんな。いいの定義によるポルノは含まれる。それだけか。性格もいい。60点だな。他にも話したいことがあるんだ。時間ならたっぷりあるよ。モックスの方は最近どうだ。相変わらずスージーにイライラさせられてる。代わりにモックスのリーダーになるってのは面白い提案だけどお断りよ。ばあちゃんの調整だけで十分。人付き合いは苦手なの気づいてなかった？そもそもなぜモックスと関わるように。スージーたちなら町を変えられるんじゃないかと思ったの。そう信じてたのよ。結局は金のためだったか。どうも。そこまでは言わないかな。モックスのおかげで救われたジョイトイも少なからずいるし。もしかして払い忘れでもあったか。あなた最近店で評判なのよ。優秀だってね。それで一つ頼みたいことがあって。なんで。なんだ。ストリートレースのドライバーが必要なの。私のガレージまで来てくれる？おう。ガレージの場所は？ストリートレース。おう。バラヨのバレー通り。行けばすぐにわかるはず。おう。わかった。よって。仕事中はいないかもしれないけど、シフト後にはすぐ戻るから。ジュディ、車借りるぜ。ね、車借りるぜ。毎回車盗むのもダリーな。どれだろう。ワゴカから報酬を回収する。あ、これやるか。この操作がクソほどむずくてね。車かな。なんだろう。WASD で運転だからな。ストリートレース勝てっかなこれ。なんで。そういえばメインミッション以外なんかこうグータラ、せっかくオープンワールドゲームなのに全然グータラしてないな。多分これジグジグストリートじゃない？これこうやって。あ、だよな。いいね。いいサイバーパンクしてるね。すげえ限界突破。悪そう。いいやないか。わざわざこんな店までよう来たな。悪そう。久しぶりだな。どないした？何しに来たんや。サンドラ・ドーセットの件だが、何か忘れてないか。 B、忘れるわけないやろ。
ほれ、報酬や。ついでに色もつけといたったから。リパード君とか行った。たら、皮膚にスマートガン対応のインプリントを施してくれる。ごめんよ。ごめんよ。撃ち殺そうと思ってね。無料のサイバーウェアを受け取る。すごい、すごいぞこいつら。の途中だよな。スローンの教会に入り、中にある祭壇を探せ。向こうから接触してくるはずだ。ドキドキするだろう。分かった。助かる。NCPD 業務委託者に通達。ロス通りおよびシップヤード通り周辺において組織犯罪活動の報告あり。犯行グループはイエレーナ・シドロワ率いるスカベンジャーら。ホームレスへの暴行容疑多数。武装している可能性が高い。脅威を可視化した者にはナイトシティより報酬が支払われる。やったぜ。大丈夫かい？あれ？超かっこいいねこれ。いやもうなんか何が何だか分かんなかったけど超かっこいいねけど、マジかよ。もういろいろあったけどさ、今なんかもう今いろいろあったけど、ウィリーできないこれ。
このバイクもらったわ。